最近知恵ノート書いてましたけど、これのグレードが7-3最高になりましたね。それこれ途中で不正があったみたいですね。この知恵ノートを書いてる方の不正ではなくて、この知恵ノートを評価する方、そっちの方でコイン欲しさで連続的に知恵ノートに対してあの役に立つノートっていう チェックを入れていくとコインが入る。それを繰り返してコインを稼ぐ。その影響で上がったみたいですね。ただ、これ、同時期に知恵ノートやってる人、その人は全て同条件で上がってるはずですね。だから不公平では不公平ですね。今始めるとコイン、コイン稼ぎの人の影響は受けないですね。私と同時期に始めた人、その人は全員、 コイン稼ぎのこの影響を受けて大体役に立つノートのところが60ぐらいかさ上げされてるって感じですねこれですね知恵ノート 7-3Q&A のグレードこれは以前から7-3でしたねこんな感じの成績です ノートの投稿数307。これ、これも、なんか個人的に統計を取った人の中で知恵ノートナンバーワンみたいですね。それ今回、このノートに対する閲覧数、それが1000を超えた、平均1000を超えたから、グレードが7の3になりました。まあ記念として取っときます。